明けましておめでとうございます。ありがとうございます。ということで新年の挨拶をしに参りました。はい、はい、そ新年の挨拶をこちらの方にしに来ました。はい、どどん、私です。私だ、私だ。回ってたの。すいません、急に回してあざつです。よろしくお願いします。明けおめ、明けおめ、明けおめ。よく対応してくれました、ね、すごい。なんか挨拶してる。そんなわけで、はい、今年もちょっと歌おうということで、お歌おう、お邪魔しましたんで、うん、歌おうだね。歌おうの年に1回はね。歌とかね、パフォーマンス的なね。よろしくお願いします。本日はお願いします、うん、でこれ終わったらラーメンも食いに行きます。イエーイ。やってますからね、やっぱ、ね、それですから、本当に、うん、確かにそれに向けてね、うん、ちょっとしっかり歌ってカロリーをちょっと、うん、歌でカロリー消費してね。そうそうそう、頑張っていきましょう。ちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけで、うん、ザットンさんありがとうございました。ありがとうございます。楽しかった。歌の収録が終わりました。明日から順次公開されていきますので、はいはい、ぜひお楽しみにということで、いやー、そして毎年恒例の歌の後の二郎系、イエーイ、待ってました。ザットンさんが二郎系をすすりたくなったら呼ばれる感じになってますから。そういう周期だね。一年ね、なんかね。そう。ありがとうございます。ザットンさん、あれ以来二郎行きました。去年のあれ以来は。行ってないの。あ、行ってないですね。ホラーホラーですね。すいません、本当。ホラーですね。うわ、それ以来か。はい、すごいな。今日も最高のコンディションで、もう午前中にジム行ってめっちゃ走って、はい、おお体作ってる。昼飯ほんとプロテインしか飲んでない。あれ、セスラも今日ジムだったよね。あ、僕もか、そう、俺も今日朝ジムだったんですよ。整ってる。完全にジム行って、ジム行ってプロテイン飲んで歌ってますから。おお、条件一緒だ。一緒だね。そんなザットさん、どこに連れてくんですか、じゃあ今日は。本日はですね、はい、僕も実はまだ行ったことがない、はすみの登戸店です。登戸店行ったことないんや。そう、新町一丁目の方が行ったことがあるんです。はいはい、あと、まあ、メイヤードファイスとかね、その蓮見出身のお店いろいろありますけど、うん、あの登戸の本店はちょっと行ったことがなくて、いやー、ちょっと怖い、はい、言っちゃえば、言うなれば、うん、怖いです。すすが怖い。ね、すするが怖い。相当よ。蓮見ってもう、そのなんていうの、その撮影とかマジでもう一時期から一切受けなくなって、はいはいはい、うん、結構だからもうラーメン業界でも一番ハードコアなお店として名高いんですよ。本当に多分今までザットさんがもう食べたことないぐらいのバキバキの麺、マジで多分提供してくれると思うんだよ。しかも1、2年二郎すすってない。確かに、いきなりハスミやばいな。楽しいですよ。何でも怖い。レアだよね、それこそ。だからすすろも行ったことない店に。ああ、そうですね。あ、そんな確かに基本はね、自分が行って良かったお店に誰か連れていくみたいな、ね、連れていくっていう、まあ、接待パターンが多いんですけど。一緒にあの発掘するっていう。初体験に同行するのは珍しい。いいっすね。なかなかないかも。一緒に怒られるかもしれないし。怒られるのかな。怖い怖い怖い。大丈夫やろ。本当に怖いよ。本当に分かんない。まあ行ってみないとね、分かんないんで。そうですね、何事もちょっと緊張してきたな。怖いよね。そう、いつものすするの安心感がね、なんか今日は。そうやね。ちょっと僕も今日はうまくコール言えないかもしれないんで。ちょっとよろしくお願いします。コールは普通？こう、わかんないですね。ちょっと調べていこう。ちゃんと調べていこう。うん、どうですかね。ちょっと事前調査。調査していきましょう。必要ですからね。調査ですね。とりあえずじゃあ向かいましょう。はい。はい。さあ。はい。何、麺量どんぐらいなの？はすみって。麺量がね、なんと小で370あるらしいんですよ。370、じゃあ、え、少なめとかできんの？あ、一応ミニもありますよ。あ、ミニもある。ミニもあります。わー。もちろん台もあります。おー。じゃあ、ザットさんは台。台がおすすめです。台でどんな？台ラーメン豚ダブル。いや、おすすめですよ、初心者には。最初はやっぱ大盛りでね、うん、そうそう、食べるのが一番。すごいな、免許取って F1 乗せる。速攻で。しかもオートマ免許のやつを。オートマ免許いきなり。というのはまあ冗談で。まあ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 。小ラーメンぐらい。でも小ラーメンの方がいいの。そう、メインヤードファイツとかもさ、あれ370、まあ50から70ぐらいあると言われてる。そうなんだ。やつなんですけど、意外と食べた感じそこまで。多くない感じ、うん、そうだったかも。だから結構だ、麺の密度がすごい詰まってるから。なるほどね。グラムが多くなるんじゃないか。本数で言うとそんなないってことか。意外とそんな普通の状況と変わんないんじゃないかっていう。なるほどね。はい、私の見解ですね、これ。なるほどね。ありだな、じゃあ、ショーで。俺はショーで行こうと思ってます。僕もショーで行きます。おー、いいっすね。のびさんは、大か、やっぱ。大で。
行きません。する TV の編集の端くれが出たな。ちょけたな。ラーメンだけ？エビラーメンとか、あと、ちょっとつけ麺もあります。エビはね、結構やっぱ人気というか、ハスミといえばエビっていう方も結構いるぐらい、めちゃくちゃ人気のメニューなんで、まあまあ、エビもありっちゃありです。並びあんのかな？いや、そこなんですよね、課題は。課題？まあ、でも最近、小雨降ってるし。あ、そうそうそう。やっぱ今日ラーメン日和ですからね。雨降ってて寒いっていうのはもう一番、一番最高ですから。人は少ないが、食うとうまい。あ、そうそうそう、一番ぴったりだ。まあ、並ぶのも並ぶのでまたね、まあね、うまくなるからね。ただこの寒さマジで並びたくない。いや、ほんとな、寒いね。今5度です。5度。外か、外は5度です。寒い。1時間とか並んじゃうと麺持ち上げられなくなるからね、マジで。寒さで手が固まってる。確かに。で、だんだん疲れてくるし。あ、そうそう、二郎系の麺は、わしの麺は蓮見の麺かいって。あ、間違えた、わしの腕や。大事なところ、大事なとこや。本当にただ食いたくなっちゃってんじゃん。食いたさがすごすぎて麺が出ちゃうから。全面出てます。お、全面。違う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 。まずは楽しもう。まずは楽しもう。松岡みたいに言うな。まずは褒めようよみたいに言うな。それも別に浸透してないのよ。え、そうだね。俺らだけだよ多分言ってんの。まずは褒めようよ。確認して落ちてます。名言多すぎだろ、時は。ほぼ松岡やったね。そう、確かに。正広だけやったね。下の名前というの中井なのよ、絶対。ジャニーズの正広は中井取られてんだよ。え、松岡じゃないんだ。もう着くね。もう着きます。よし、楽しみでーす。楽しみですね、後ほど。後ほどですね。はい。ごちそうさまでした。いやすごかったね。すごいね。すげえラーメンだな。誰、すごかったです、とりあえず。ってことで、はい、もうそれ、いや、終わり。とにかくすごかった。いやー、あと、まずさ、あの店の雰囲気、別にそんなピリついてた。まあ普通の二郎系ぐらいだよね。そうですね。全然。むしろ喋り方丁寧だったね。そう、敬語もすごい、いろいろ教えてくれてたし。あ、そうね、丁寧に受け答えしてたし、ちゃんと。全然優しそうな。うん、安心していけます、これからは。で、肝心のラーメンですが、いや、まずでもさ、着丼してさ、少なって思ってんの最初。ああ、確かにね。え、マジかよ、こんなんかよっていうね。そう、第一系よかったみたいな。そう、370の割には。うん、少なって思った、マジで。みんな小、みんな小ですね。みんな小。ノビーさんがエビ、エビっていう中で、そう、少なさは多分みんな一緒だったよね。うん、でも食ってみたら、もう腹が重いわ。すごいよね、今重量がすごい。後からやっぱ来てるわ、しかも。うん、どんどん麺だけちょっとね、重力がなんか重い、重い、空間が。麺が重い、麺だけなんか。最初ちょっと写真撮るためにさ、麺こうやって一応持ち上げてさ、撮ってさ、それすすろうとしたら全然入んないっていう。無理だね、ほんと2、3本ずつぐらいじゃないと食えない。口いっぱいになるよね、2、3本でね。すごかったし、硬いし、めちゃくちゃ硬ってバキバキ、めちゃ硬いし。あれ、つけ麺食べてるとすごいね。確かにね、あれより硬いのか。もっと硬いんだ。よりバキバキ締めるんで。あ、そっか。相当硬いはず。つけれる？いや、本当。そもそもね、本当に。いや、聞き手筋肉痛になるよ、これ。すごいね。つけ麺ちょっと気になるな。あのさ、だって汁の、スープ飲んだ？飲んだ。めちゃくちゃしょっぱい。めちゃくちゃしょっぱい。超しょっぱい。よかった。めちゃくちゃしょっぱい。それ浸透する。そう、多分そうなんだと思うんだけど。そういうことか。麺と合わないんだ。あの麺に合わせるとあのしょっぱさ必要なんだろうけど、だったらつけ麺はどうなんだっていう。どうなんだ。怖いわ。話だよね、本当に。注文すんの怖い。ちょっと、つけ麺もありだな、時間。気になるね、確かに。まあでも、好きな味でしたよ、僕は、とても。ちょっと、何、皮乳化より、なんていうの。皮乳化だろうね、多分。そうだよね。醤油がもう全面に。そうだよね、本当に。豚も味調子みたいな。あ、豚確かに。しみすぎてビビりましたね。え、みんなどんな豚だったの？あ、でもこんなよ。あ、みんなこういう豚だったんだ。あ、そう、超立体的な。この、長、長って思った。そう、細長い豚。ね。あと、野菜は少ないな。あ、野菜増してたもんね。俺、もちろん野菜増してもこれだよ。人割には。ああ、でも同じぐらいかもな。こいつ初めて見る顔だな、だったの。あ、そうだな、多分。いや、その感じも感じ、それすごい感じたんだよな。これにしてる。なるほどね。僕、なぜかニンニク入ってなかったっていう。あ、そうなんだ。なぜか。そういうのはありますね。そういうのは。そういうのは、まあ、一期一会のね。はい。いや、言えなかったんだよ、あと。ちょっと。ニンニク入ってないんですけど、とは言えなかった。さすがに言えなかった。まあね。
怖すぎて。この雰囲気ってちょっとね。ナビさん、エビは？そういえば。エビはね、一口目めっちゃうまかって。あ、そうなんだ。濃厚なのすごい。いや、もうしょっぱエビ。あ、しょっぱエビ。しょっぱエビ。エビに塩を背負わせてるぐらい。で、あの硬さやろ。もうエビ丸ごと食いよだから。ああ、なるほど。確かに確かに。言うて、言うなれば。あ、麺にもちゃんともうどっぷり絡む感じの。どっぷり絡んで、もう豚にもなんやったらエビの味ついてて。ほんと？じゃあずっとエビ食ってんだ。ずっとエビ。豚も麺もエビなんだ。あ、すごそうだな。後半マジでほんまにきつかったで。ああ、もう濃いんだやっぱり。エビの濃さがすごくて。まあそうだろうね。鼻血出そうなったもんね。濃かった。エビは本当にエビが好きな人じゃないと耐えられへんと思う。ホットプレートでジューってやったらエビ戦できるから。いや、ホットプレート。そのペーストマジでできますよ。確かに。広島のやつみたいになってる。まあマニア向けではあるけど、好きな人は多分本当めっちゃ好きだろうな。ハマると思う。めちゃくちゃハマる味だと思う。これ依存するね。確かにわかる。明日多分もう一回食いたなって。なってる。でも相当確かにマニア向けではあるな。そうだよ。このラーメンは。まあ最初にこれ言っちゃったらもう多分ハサミが食えなくなる。多分そうなるのね。こういうのはこういう感じなんだで覚えちゃう。そうですね。地元に欲しくない。珍しく地元に欲しくない。家から近いところにあってほしくない。なるべく行きづらい場所にあってほしい。他のラーメンは食えなくなっちゃうから。地元にあると。本当だ。意外と12時までやってんのよ。あ、そうね。夜営業のみででしたね。なんか9時ぐらいにむちゃくちゃした時にさ。確かにね。ブーンと走らせて。それができんのいいね、確かに。10時ぐらいでもいけるか。確かに、二郎系で12時まで、あんまないかもね。藤丸とかぐらいじゃない？確かに、あそこそこそこ。そうです。11時に蓮見食うてみ？やばいでしょ。本当に。消化追いつかないって。マジで。何時に寝ればいいんだ何時に起きればいいかもわかんないし。いや、もう起きるのは好きにせよ。歪むね。だから重力と時間が歪む。うん。そんなラーメンでしたね。すごかったなぁ。ようござんした、ほんと。よかったよかった。よかった。まず、ザットンさんがもう、確かにね。宇宙二郎からの。変なとこ、変なとこというか、すごい。戦闘入ってないから。そう、攻めたとこばっかり。確かに。てんな、すごい。歪んじゃうぞ。やばい。じゃあ、1年後、日のとこで。もっとやばい。もっとやばい。もっとやばいとこ。ハードルが。そうそうそう。新炭連れてったら味ないとか言うんじゃん。そうなっちゃうかもしれない、佐藤さん。細麺なんかな、行った日にはもうよ。ね。もう、麺どことか。イボの糸か。面白かった。ね、ありがとうございました。いや、本当にありがとうございました。楽しかった。ありがとうございます。お疲れでした、本当に。じゃあ、ザットンの歪んだ二郎育成プロジェクト。また来年も。こんなことか。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。